なんで私なんか団長にしたんだよ。あんたの唯一の失策だ。形はどうだろう、私はジークの作戦を完遂するとの。全ては私の責任だ。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。奴らは気位が高い。素人は使わない。どこかでこういう目標を集団でつけるときは。この左胸に入ってた鉄のケースは何だい。君が手足を切り落とされる前、最後の力で取り出そうとしたものだぞ。しかも中央憲兵を動かせるとなると。一瞬しか見えなかったけど。一方的に狙われるのは不利だ。こっちも敵の顔くらいは確認する。